藤谷プレゼンツ、スノーマンのスノマンマ。こんばんは、スノーマンの渡辺翔太です。アニメアタッケンスノーマンの佐久間大輔です。藤谷プレゼンツ、スノーマンのスノマンマ。今夜はこのコンビでお送りします。よいしょ、えい、テンション高いね。アニメじゃん。お前、え、俺たち全然やってねえんだと知ってたから去年の2月以来やって、やばくない？去年の2月ってことはもう1年以上経ってるってことだね。で、4度目だね、まだ。え、なんか何、そう、結構俺はやってるイメージがあって。いや、俺もあったよ、結構。なんか翔太となんか結構近い間に2人でやるとこあったよね。あったあったあった、ね、で、やっぱ俺はすごい楽しかった記憶がまああとね、この1年間、はい、1年以上空いた間に、はいはい、うん、やっぱ佐久間はこのラジオで喋るっていうスキルをさこうどん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 身につけてるわけだから、ちょっと今日は身を委ねてやっていきたいな。お前さ、お前が進行なんだ今回。あ、そうなの。今回君が進行なの。いやいや、そう、進行してよ。いや、俺がゲストの枠なのよ。だからちゃんと読まないといけないとこ読むからさ。進行し、進行してよ。ちょっとそこはさ、なんか必要だなって思う時だけやります。うん、そっちは慣れてるんだからさ。まあだからね、うん、意外と先週やった、うん。伊達様との会も、うん、俺と伊達様の会が、うん、あれもね、3回目なんだよ。あ、そうなんだ。そう。で、あれも1月、去年の1月ぶりだから。はいはいはい、ああ、そう。そう。全然俺らやってねえと。伊達様とだったんだ。そうなんだ。で、今週は俺で。そう。あ、じゃあもう江戸川ビークって。そう、江戸川ビーク。だから江戸川区が今みんな盛り上がってるよ。だよね。はい。おい、また江戸川区のアクトルだぞ江戸川が覚醒化されてるわね。最高、江戸川、うん。そんな中で、サードアルバムの、はい。ユニットが、発表されましたよ。はい、されました。これは、昨日されました、ね。多分、ね、ファンの皆さんは多分びっくりしてるんじゃないかな。多分、ファンが歓喜してるよ。歓喜してるよね。だって今までは多分、9人いるから、3人ずつ、うんうん。そう、3、3、3でね。そう、こう均等に分かれてたのが、ちょっとこう、3人と2人、2人、2人っていう、こう、ちょっとこう、4組な、4組。ね。ちなみに、佐久間さんは誰となんですか、うん。僕はね、ラウルズとやりますね。いや、これがね、またちょっと意外な組み合わせというか。確かに。なんかね、こう、お互いにダンスが好きってものはあるんだけど、それ以外は全てがもう真逆なのよ。そうだよね。だから、うん、こう、なんだろう、表現力のレベルが高いっていう部分での共通点はあるんだけど、それ以外はやっぱりこう、性格とかさ、テンション感とかもやっぱちょっとさ、うん、こう、意外と結びつかないものがあるから、そ、ね、その二人がセッションするっていうのは、もうね、その二人ってか、やっぱ9人じゃやらないし、うん、この二人だからやったなって感じの楽曲を今回ね。なんかさ、普段の打ち合わせ風景を見てるからさ、こう二人のなんかこう意見のぶつけ合いの感じがすごそうだね、マジで。いや、すごい。この二人は。でもね、面白かった。最初の打ち合わせから、二人して言ってること同じなの。あ、もう最初からバチって合ってて。そうなんだ。そう。で、それを、で、振り付けの人はこの人にしてもらいたいとか。はい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 。いうのも全部そのまま叶えてもらって。最高にね。あ、じゃあ意外と意見が最初から一致したんだね。いや、そうなの。楽しみ。楽しみでございます。みんな楽しみにしててください。はい。全貌はね。楽しみですね。はい。え、翔太の方はね。僕はね、目黒と一緒で。はい、いいじゃん、なんか。そう、これもね。お正月過ごしたコンビね。そうそうそう。だ多分、大人の方とかも一緒に踏まえて、多分こうメンバーを提案してくれたりとかさ、したじゃん。うん。でもその中で、俺が多分こう目黒と一緒になった時に、うん、あ、多分このお正月のエピソードどっかで見せたのかなって思って。単純ならスタッフ。いや、そう、多分そのお正月で多分このコンビになったんだと思うんだよな、俺は。違うだろ。え、じゃあもしかしてそういう感じの楽曲ってことですか？そう、お正月ソング。お正月ソングはねえよ。お正月ソング今まで聞いたことあるの、もういくつ寝るとぐらいなのよ。あれぐらいなのよ。あれに近い曲になってる。いや、ね、なんでだよ、お前らって。いや、でも、楽しみだよね、この二人も。そうそう、まだみんなのさ、聞いたりとかもしてないから。そうそうそう。こう、多分ファンの皆さんと同じ気持ちで、違うグループの曲が楽しみっていう。そう、時間軸的にはね、そう。ほんとは昨日 YouTube で多分MV 鑑賞会、うん、ユニットのやつ。あ、そうだね。そうかそうか。でもね、ほんと、まだ俺たちはね、見れてないから。うん、全貌を知らないからね。楽しみでございます。楽しみです。はい。はい。というわけで、うん、そして SNS で使っていただきたいこの番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、スノマンマです。聞きながら感想をつぶやいて、この番組を盛り上げてください。それでは、今夜もスタートです。よいしょ！藤谷プレゼンツ、スノーマンのスノマンマ。この番組は、藤谷の提供でお送りします。
藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ。番組前半はスノトークの時間です。近況を話したりメールを読んだりゆったりとスノトークを繰り広げていきます。マジでじゃあどうする、どっち読む、これ。俺ちょっと俺も気になるから俺先読んでいい。あ、いいよ全然、翔太からで、ね。北海道バナンモ。バナン、ま、え、なになに、ちょっと待って、バナンモ、バナンモ、バナンモちょっと待って、すっごいラジオネーム気になる。バナンもいいですか、読んで。いいです、すいません。スノーマンの皆さんもこんばんは。こんばんは。さて、先日のスノーマンのブログスノ日常にて佐久間さんが可愛いカフェラテの写真をアップしていましたよね。うんうんうん、確か佐久間さんはコーヒーやお茶が苦手とおっしゃっておられたはず。うん、しかし少しずつ飲めるようになっているとのことで、コーヒー豆を、うん、焼くお仕事に携わらせていただいている身としては、うん、いつか自分が焼いたコーヒーをコーヒーが苦手な佐久間さんにぜひ飲んでもらいたいと勝手に密かに目標としていたので、その夢が急に自分の中で現実味を帯び、ブログを読みながらその場で小躍りするほど歓喜してしまいました。歓喜してんね。スノーマンの中では向井さんがいつもコーヒーを飲まれている印象ですが、メンバー内で最近流行っている飲み方や、皆さんのこだわりなどあればぜひ教えてください。はあ、なるほどね。いや、そうなんだよ。はい、これさ、はい、そういつからか、はい、なんかコーヒーを飲むようになってんの。いやー、そう、これさ、本当に今まで佐久間って何飲んでるのってぐらいお水も飲めなかったじゃん。いや、最初飲めなかったね。水も味がないからっていう理由で飲めなくて、そう、もう意味が、もう理解ができないと。で、あと炭酸もね、飲めなかったね。なんかこうシュワシュワしてなんか喉が痺れるからとか、そう、意味のわからない、これも理解ができないと。ずっと意味分かってないでしょ。で、コーヒーもなんか苦い。うん、苦いよね。で、砂糖を入れすぎると甘すぎるとか。あるよね。もうなんか、じゃあ君は何を飲んでるのってぐらい飲めない飲み物が多かった中で、はい、炭酸も飲めるようになり、はい、水も飲めるようになり、はい、コーヒーも飲めるようになり。ついにはね。そう。ついにはね。で、多分ね、コーヒーは最近なのかな、多分。そう。で、これさ、そう、何が起きたのかっていう、これだから同じ気持ちなのよ。なんでこう飲めるようになったのっていう。それはね、今日俺、普通に家から持ってきたやつなんだけど、このカフェオレを飲めるようになったからね、うん、取材現場、雑誌とかの取材現場に、大体飲み物がめっちゃ置いてくれてる。こう、オールジャンル置いてくれてるよね。そう。その時に、たまたまコーヒー牛乳が飲みたい口だったの、俺は。で、このカフェオレがあった。うん。で、あ、これ飲んでみようかなって飲むじゃん。うん、え、めっちゃうまいじゃん、みたいになって。うんうん、そっからこれをめっちゃ飲むようになる。なるほど。そっから、俺これカフェオレいけるってことは、カフェラテいけんじゃねっつって、飲むじゃん、うん。苦いじゃん。一回こう、苦いなってなるの。そこに砂糖入れるじゃん。うまいじゃん。うん、あ、じゃあ俺は甘ければカフェラテも飲めるなってなる。で、そっからカフェモカってものもあるって知って、飲むじゃん。苦いじゃん。で、チョコレート入れるじゃん。あ、うまいじゃん、みたいな。あ、すごいね。やっぱだからもう、そのチャレンジ精神がもう半端じゃないよね。いや、そうなの。今現在は甘いカフェラテなら飲めるっていう。なるほど。でもだから俺は佐久間が飲み物をさ、たくさん飲めるようになって嬉しいわけよ。うん、だってさね、俺の炭酸飲める時のさ、やつ覚えてる？飲めた時のやつ。え、どんなだったっけ？先輩のライブの楽屋で、うん、みんながこう、コーラとかを飲むわけよ。うんうん、炭酸を飲んでて、ね、俺も飲めるようになりたいっつって。はい、じゃあ分かった。みんなで、一個の、ペットボトルを回し飲みしようって、うん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 。そしたら、絶対に自分の番が来て、自分で絶対飲むようになるじゃないですか。うんうん、分かったし、やろうっつって、うん。毎回公演終わりに、2リットルの、炭酸をみんなで回し飲みしようってやって、いぜーっつって飲んでた。で、3日後ぐらいには、俺が飲めるようになった。ああ。そう、だからもう、荒療治が大事だなって思った。いやー、だからまた、回し飲みができるような日常が戻ってくるといいですね。いや、お前さ、なんか遠い日みたいに言うな。はい、遠い日なんだけど。はい、なんでね、まあ、ここからだから、俺と翔太はブラックをいつか飲めるようになるかもしれない。いや、そうだね。そしたら、大人だなって思うね、はい、うん。はい、ありがとうございます。じゃあそんなバナンモさん、はい、ありがとうございます。はい、これどうですか？次いけちゃう？じゃあ読む。やります。OK。はい、佐久間が見ます、はい、東京都からのまーちゃんさんから、はい、ありがとうございます。素直な皆さん、こんばんは。こんばんは。先日 YouTube で配信されたノープランドライブ、とっても面白かったです。さっくんのかっこいい運転姿、インサートを撮ろうとするところまであざとい阿部くん、そしてちゃっかりお揃いのレザーを着ているゆり組のお二人と、はい、キュッと挟まっているふっかさん、すべてが最高でした。はい、モスバーガーがとっても美味しそうで、私も早速次の日に食べました。さて、ここで本題なのですが、はい、私は翔太くんに物申したいです。はい、それは
ペーパードライバーはいつ卒業するんですかということです宣言しているだけでは無免許トリオの皆さんのこと言えないですよ。渡辺タンを筆頭に全スノタンが翔太くんのペーパードライバー卒業客を待っていますと。なるほどね。確かにまあ、はい、これはもう一言で片付けられますよ。おお、何ですか。 YouTube をお楽しみにえ、嘘でしょ、本当ですか。 YouTube を見てください、ちゃんと皆さんあ、もうだからそこでペーパードライバー卒業してんじゃないかみたいなってことですかね。まあ多く語れないんですね、じゃあ。まあだから、ちょっと時系列がわかんないんですけど、まあ、ね、まあ一応ちょっと喋っておくと、うん、まあ一応 YouTube の方で、ハンドルは握らせていただきました。ちょっとだよ、わかんないよね。どこまで言ってるかがね。そう、でも、しかもそれが使われてるかもわからないし、だから一応こう電波には載せとこうかなっていう。いや、確かに。だからここをね、見て、どう皆さんが判断するかなんですよ。うん、もう何年運転してないんだっけ。まあ、まあ、だから、かれこれ10年ぐらいはもう運転してないから、ほう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 、まあでも YouTube で、はい、それやっぱハンドル握ったわけよ、俺は。お前さ、違うのよ。その前に無免許組っていうのが3人いるんですけど、うん、ラウル、宮田って、深沢っていうのが、うん。その3人に対してやっぱこう持ってる側は、ちょっとマウンド取るのよ。お前いつ免許取んだって。うん、結構渡辺も結構言うんです、って。うん、なんだけど、こいつもめっちゃペーパードライバーだね。でも今こいつは、一回ハンドルを握ったっていうことを盾に、俺は免許を持ってるんだを維持したいのよ、多分。しかも、マジで走行距離多分ほんと10メートルぐらいです。いや、ほんとにめっちゃ短かったよ、そう。めっちゃ、待って、これどうやんだっけどうやんだっけつって。マジで10メートルぐらいを、ほんと多分ね、15キロぐらいじゃない多分、ほんとに。もう徐行中の徐行だよね。いや、ほんとにめっちゃ遅かったね。うん。まあ、一応のね、運転姿は。一応ね。一応残してるけど、でも多分、まあ、ダサいよ。もう、背中なんてガチガチになってんだからさ、もう、こんな、ピーンって。背もたれにさ、背中預けられないんだよね、そういう時ってね。うん、いや、いいね。だからまあ、一応そういうのはあるんですけど、まあ、渡辺くんがずっと運転してるやつも見たいよねってことだよね。そうそう。あと、こういうさ、オフっぽさっていうの、なんだろう、この間もさ、ね、こう、キャンプとかみんなやってたりとかさ、してたじゃん。ああいうノープランでやるっていう、なんかこう、YouTube。な YouTube ならでは感だよね。そう、ならでは感だし、SnowMan としての企画としては、ちょっとこう、うんうん、新しい、挑戦的な部分だから、うん、なんか、そういう部分でもちょっと、結構みんなに見てもらいたいよね。そうだね。だからいつの間にか渡辺くんが運転してる回があるかもしれない。いや、そうだよ。うん。だからそこをちょっとこう期待してるからね。そうそうそう。やっぱ、このまーちゃんさんもだし、全スノタンと、あの、渡辺タンね。そうそう。もうでも、ほんと一言言わして、もうほっといてくれよ。はい、うるせえよってほっといてくれよ。ほんとに。プレッシャーをかけんな、俺に。でももう楽しみなんだよ、やっぱり。はい。お願いします、ね。ほっといてくれよ。はい、ということでね、はい、メールはここまでです。はい、以上スノートークのコーナーでした。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ。文化放送からお送りしております藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ。改めまして渡辺翔太です。佐久間大輔です。続いてはこちらのコーナーをお送りします。素の告白、私実は。そんな淡々と読むやつなんだこれ。俺の回になるといつもさ、みんな素の告白とかさ、もうやったり俺に釣られてやるんだけど、すごい淡々と来たね。やっぱもう尺がないから、リスナーの皆さんに秘密にしていることを告白してもらうコーナーとなっています。じゃあ僕が読みますね。お願いします。千葉県、うん、寂しがり屋のゆか。ゆかさん、私実は、うん、一人暮らしをしているのですが、最近家電と会話をしています。電子レンジにまだとか、洗濯機が鳴ると今やるから待っててなど、誰もいないのにコミュニケーションを取ろうとしてしまいます。スノーマンの皆さん、こういう経験ありますか。また一人暮らしを始めてからついついやってしまう癖などはありますかっていう頃です ね、 なるほどね。はい。確かにテレビ見ながら俺も、いや嘘だねっていうことはあるわ、うん、一人で。あ、そう。あ、全然ある。ええー。でもね、一人暮らしあるあるでしょ。あの、うん、俺あるよ。何、一人暮らししてからすげえ思ったのは、うんうん、実家にいる時って、うん、家事とかマジやる気ないの、うん、やっぱ親とか、うん、兄弟がいるから何かしらこうあるじゃん。自分がやんなくてもやってくれるっていうものが、うんうんうん、で一人暮らし一人だから、うん、自分がやらないと、うん、永遠に汚れていくだけなの、うんうんうん、だからあの自主的にちゃんと掃除をするようになったっていうのは一人暮らししてからだなって思った俺。いや、それはだからもう偉いよね、本当に。偉いよね。偉いよ。なんか喋ったりとかする、やっぱ独り言とか。あ、喋る。だからテレビとかはやっぱ喋っちゃう。
渡辺くんは？いや、僕もだから、まあ一人なんで、帰って、まあでも帰った時とかはなんか、ただいまーとか。あ、言う。はなんか言ってる気がするけどな。あ、ほんと？うん。でも、帰ってこないじゃん、お帰りが。うん。どうする？なんか。だからなんか、あ、みたいな。受け止めんだ。いや、まあ受け止めるけど、でもなんか癖になってるかな、なんかただいまーみたいなのが。すごい、偉いね。俺は、ただいま俺、お帰り俺、っていうよ。いや、怖いね。なんでよ。俺しか言わないんだもん。いや、この電子レンジにまだとかさ。え、それめっちゃおもろいね、マジで。洗濯機が鳴ると今やるからとかさ、うん、ちょっと怖くない？まあちょっとね、ホラー入ってるよね。ホラーだよね。まあ、ちょっとホラー入ってる。うちはあの猫ちゃんいるから最近は全然話し合えているんだけど。ああ、そうなんだ。そう、いるんだけど。だから、俺は、一人だとさ、食も偏るし。うん、で、かといって、やっぱ俺、その、さっきも言ったけど、その、ペーパードライバーだし、うん、だし、あなんかこう、実家に帰るタイミングもさ、こう、あまりないから。それマジむずいね、確かに、車ないと。そう、だから、たまに、あの、うん妹と母親が俺ん家に来る。あ、へえ、いいじゃん。で、その時に卵焼きとか おにぎりとかをその場でなんか家から作ってきたのを持ってきてくれて、そこでちょっとこう親の飯を食べるみたいな。うわ、いいね。それめっちゃいいじゃん。意外だった。俺は知らなかったもん。そうそう、だからそこでちょっとこう、なんだろう、寂しさを紛らわすというか、なんかちょっとこうあったかさを。いいよね、やっぱ。親のご飯とかさ、うん、食べてる最近。最近は確かに食ってないかも。やっぱ実家行っても、外食行っちゃうかも。結構うち外食昔から行ってたから。もうさ、何ですか。育ちが違うわ。いや、そういうことじゃなくてけど。だってもう、だって実家ボンボンだもんな、お前はな。いや、まあまあ、そのまあ、はい、あの、困ってはないです。週何で外食でしたっけ？週7で外食。一回家族が、あのうち5人家族でお母さんだけが女性なの、うん、だから男ばっかりで、うん、みんな食の好みちょっと違う、うん、で、あの何作るって言われて何も言わないから勝手に作るじゃん、お母さん、うん、そしたらみんなが食べない時あったんだよ。うわ、最悪。お母さんがめっちゃ怒って、もう作らないあんな味にっつって、で、だったら外食が行ったらいろんなのがあるからみんな困んないねっつって。いやいや、それ普通じゃないのよ。いや、そう、だから、あの、すいませんって感じ。すごい話がそれましたけど、すごい面白い話ができたんじゃないでしょうか。はい、以上、スノゴ画伯私実話のコーナーでした。はい、はい、それでは一曲聴いていただきましょう。曲紹介をさっくんお願いします。はい、今日はですね、うん、あの5月17日リリースのスノーマンサードアルバム I Do Me からラジオ初解禁となる楽曲ですね。はい、すごいね。こう説明文にトロピカルでおしゃれな雰囲気だけど、トロピカルって何やって感じもするけど。でもね、すっごい本当におしゃれで、ミディアムダンスナンバーって感じだね。うん、いいね。はい。なんで、すごいいい曲なので、ぜひ皆さん聴き入ってください。はい、それでは聴いてください。スノーマンで、クラクラ。藤谷プレゼンツ、スノーマンの、スノーマンマ。それではここで、藤谷スマイルスイッチ部からのお知らせです。ケーキ好きなみんなを美味しいケーキで盛り上げようということで、スマイルスイッチ部と題して毎月おすすめのケーキを僕たちが紹介していきます。藤谷洋菓子店ではゴールデンウィークにぴったりの可愛らしいスイーツシリーズ、コロコロフレンズが発売中。人気のコロコロクマさん、コロコロシバちゃんにコロコロウサちゃんが仲間入り。スポンジにたっぷりのいちごクリームを入れた爽やかな味わいの白くて可愛いうさぎさんスイーツに仕上がりましたとのことです。ではここでいただきますということでね。はい、早速食べましょう。お、食べていいんだね。うん、はい、いただきまーす。いただきまーす。可愛いね、見た目が。あ、やっぱケーキって言ってるだけあって、中にちゃんとスポンジがあるんだ。うん、あ、美味しいね。いちごクリームかな。うん、いちごの香りが、ね、いちごクリームとこのスポンジの柔らかさがすごいマッチしてて美味しいわ。見た目も可愛いね。子供とか喜びそう。あ、それはいい ね確かに。しかもあのコロコロシバちゃんとコロコロクモさんもいるから、うん、みんなで集まっていろんな種類のね、こう食べるっていうのがいいね。耳も美味しいよ。ちょっと嫌ですね。その表現嫌ですね。はい、ということでね、あのリクエストが来ていますと。お、はい、今日はゴールデンウィークにぴったりな商品を紹介しましたが、うん、はい、そんなゴールデンウィークに家族や友達と盛り上がれるゲームに挑戦していただきたいと思います、うん、新しいラジオ CM で展開しているルックの大喜利、はい、テーマはこんなルックは嫌だですが、メンバーの皆さんにもこんなルックは嫌だというものを教えていただきたいですとのことです。
じゃあ翔太くんどうですかと、いけますか、こんなルックは嫌だ。いいよ。あ、いいですか、じゃあ、うん、いきます。こんなルックは嫌だ。どんなルック？歯が折れるほど硬い。よいしょ。ルックなんか、それはもうロックもはやロックだよそれ。いやでもいいね、確かにね、食べたいのに食べれないは嫌だからね。いやそうだよ、歯が折れちゃうんだから。いや確かに、いやとってもいいと思います。いいんだ。とってもいいと思います。ちょっとさ、何ですか、やっぱこういう大喜利とかはやっぱさ、プロの芸人さんとかがさ、はい、いますから。何ですか、難しいですよ、難しいよ、ね、普通の人には大喜利は、まあ、俺たちなりのあれで。まあじゃあ佐久間さんもお願いしますよ。そうだろう。おい、ガチガチじゃねえか。どうしようか、やってみましょうか。おお、うん、いけそう。はい、こんなルックは嫌だ。どんなルック？ルックだけにパッケージ開けたら全部目の形になってる。いや怖いね。おいし、怖いね、怖いね。嫌だわ、嫌な気持ちになるルックですこれは。だからね、こんな気持ちにならないぐらいね、あの本当美味しくて見た目も綺麗なルックが、うん、あの商品として出ていますんでね、ぜひ皆さんあのチェックしてみてください。本当のルックは美味しいですからね、はい、商品の画像とかはね、あの番組ツイッターでチェックしてください。はい、ゴールデンウィークもルックとケーキでスマイルスイッチしてくださいね。スマイルスイッチ部からのお知らせでした。フジヤプレゼンツスノーマンのスノマンマ、文化放送からお送りしてきました、フジヤプレゼンツスノーマンのスノマンマ、エンディングの時間になってしまいました。ここで僕たちスノーマンからのお知らせです。はい、スノーマンのサードアルバム I Do Me が5月17日にリリースされます。このアルバムを引っ提げて5月26日からスノーマン初の4大ドームツアーを大阪、東京、福岡、名古屋で開催します。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして私佐久間大輔がナビゲーターを務める NHK E テレみんなの手話は毎週金曜午前11時30分からのオンエアです。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。チェックしましょう。はい、そして私佐久間大輔の冠ラジオ番組、うん、はい、スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどいが毎週土曜日夜8時からオンエアしていますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、聞きましょうね。お願いします。はい、この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。ふつおた、素の告白、私実は、素の会議、素の迷い中など番組宛にたくさんのメールをお待ちしています。メールアドレスをさっくんお願いします。スノーマンアットマーク JOQR.net スノーマンアットマーク JOQR.net です。番組に関するお知らせは番組の公式ツイッターをご確認ください。こんなのあったの。あの今回から導入してくださって、急に音が、いやすごいなんか、ついにこのもう何年やってんだこのスノーマン、まあもうって感じだけど、格闘技の入場みたいな。いやそう、お前もうついに俺はもう戦隊ものの必殺技を使えるようになってきた、うん、びっくりしちゃって。いや本当スタッフの皆さんのおかげです、ありがとうございます本当に。いやということでもうお別れですよ。もう早いよ。いや早かったし、いや俺はやっぱ久しぶりに佐久間とやって、うん、この佐久間のラジオスキルの高さに本当に感動しました。マジっすか。すごいなんか本当に、はいはい、心強いというかやりやすかったし、うん、単純に、はい、もう今まで以上に前回より全然楽しかった。はい、いいね、楽しんでもらえてよかったよ。いやーやっぱこう待て無理がやっぱすごい響いてんだろうな。ちゃんとなんか身になってるのかな。嬉しいな。すごいよ。嬉しいです。うん、いいね、なんかいろんな話もできたしね。いやちょっとまたおしゃべりしたいですね。ね、ぜひまたお願いします。また4回目なんで、はい、俺たちね、もうお願いします。5回目、6回目と。はい、というわけでお聞きいただいてありがとうございました。今夜のお相手はスノーマンの渡辺翔太と佐久間大輔でした。それでは皆さんバイバーイ。フジヤプレゼンツスノーマンのスノマンマ、この番組はフジヤの提供でお送りしました。A girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.